d j s o r i t あら、こんにちは。d j s o r i t メロージャム TV。今回なんですけど、新企画、YouTube の新企画の、ま、発表みたいな動画にしたいと思います。<music> えっと、今回僕がチャレンジする企画なんですが、ま、ズバリ、100日後に、 痩せるソアラ。イエーイってことで、ズバリダイエット企画です。まあ、タイトル通りみんなわかる方も多いと思うんですが、まあ、去年めちゃくちゃスマッシュヒットした、100日後に死ぬワニのなんかパロディというか、ま、サンプリングして、まあ、去年やろうと思ってた企画があるんですけど、まあ、ちょっとお蔵入りにして、まあ、内容的にはダイエット企画なんですが、まあ、100日後に痩せるっていうことです。まあ、毎年毎年僕も海行ったりとか、毎年海外行ってるんですけど、まあ、去年は国内旅行で、まあ、海も一応行ってたんですが、 やっぱりこう、お腹をピシッとこう、シャキッとしたいみたいな。まあ、お腹を割るってことが企画ですね。まあ、痩せるっていうの前提なんですけど、まあ、僕どちらかと言ったら、太ってはいないんでね。まあ、痩せるっていうとまたちょっとあれかもしれないんですけど、まあ、同じぐらいの体型の人とか、まあ、僕とより背が大きかったりとか、ちっちゃかったりする人でも、まあ、もうちょっとこう、体を、いい体にしたいって思ってる人は多分多いと思うんですよ。なので、僕がやる企画としては、お腹を割るってことですね。 はい。ちなみに身長は166センチで体重が65キロぐらいですね。で、まあ、一応なんか適正体重みたいなのがあるので、あのー、身長×身長 ×22 ってやると、まあ、適正やつが出るんですけど、えっ、ー、と、それを計算すると僕、僕166センチ ×166 センチ ×22 ですね。まあ、メートルで計算します。そうすると、 こう、感じですね。60.6232キロって出るんですよ。なんで僕の体重だったら標準だったら60キロぐらい。まあ、去年これぐらいの時期って僕多分60キロぐらいだったんですよ。正直。で、結構自粛とかで結構、結構食べたりしかして,て運動まましなかったんで、まあ、太って65、5キロぐらいやっぱ太ったっすね。で、ジム行ってる時もあったんですけど、まあ、お腹割ることできなかったんですよ。正直。正直僕は。そう。で、 まあ、お腹割りたい割りたいって毎年思ってたんで、せっかく YouTube やってるんだったら YouTube の企画として、もうお腹割る企画やろうみたいな。で、ちょうど去年、その、百日後に死ぬワニっていうのが、あの、スマッシュヒットした時に、ああ、もうこれ絶対もうダイエット企画で使おうって思ってたんですよ。まあ去年年発ぐらいにやろうかなと思ったんですけど、まあちょっとまだ指導しにくいなと思って。あと日にちをこう結構考えてて、ゴロがいい日付にしたいなと思ってて、まあ今日の日付なんですが、1月25日に撮ってます。で、1月25日、 今日含まずで、100日後になると、5月5日になるんですよ。で、まあ25で5、5で。5月5日で5、5で。まあイケイケ5、5って感じで、まあお腹割ってこぞ、みたいな。2021年イケイケで行こう、みたいな。ガンガンいこうぜ、みたいな。感じで、まあ数字、まあゴールデンウィーク明けには、お腹バキバキに割れてるっていう。バ、ま、キ、あ、バキっていうかまあ普通、割れるっていうのを、まあ目標にして。まあ一応体重は目標、まあ60キロ以下で考えてるんですけど、まあそれよりまあちょっとプラス、 まあ前後1キロ、2キロとかあったりとか、まあ、なんだろ、お腹に溜まったものとかがあると思うので、その、重さ、も考慮して、58キロ。58キロ前後、58キロぐらいを目標にしようかなと思います。7キロダウンぐらい。で、目標としてはお腹が割れることですね。体重を落とすことより、お腹が割れてる。まあ、シルエットっていうか見た目を、って感じですね。なんで、筋肉が落ちて、 脂肪が減ってなくて体重が痩せてるってよりは、どっちかしたら筋肉をつけて脂肪を減らすっていうか、感じの方で、企画としては。ま、どっちかしたら60キロぐらいでもお腹割れてたらまあ、成功かなという。ま、でもじゃ58キロを目標を体重にしていきたいと思います。で、100日企画。っていうことで、今日は含まずに、100日を割れてるっていう感じにします。で、ちょうど2021年始まったばかりで1月後半なんですが、 ま、3ヶ月、100日3ヶ月あるんで、100日経ったらだ5月なるんで、ま、1年の3分の1は使うわけじゃないですか。経過するわけじゃないですか。ま、長い目で見ると3ヶ月あるんで、ま、2021年の3分の1が終わる頃にはお腹が割れてて、ま、あ暖かくもなってるんで、その時には海とか今年行けたら、ま、海外行けたらどうかわかんないですけど、お腹バキバキに割れて、 かっこよくなって、まあ、2021年いい夏を過ごしたいなっていう。まあ、それをキープして、まあ、意識高めていこうかなっていう。まだ運動不足を解消していきたいっていうのもあるので、そのために今回の企画やりました。で、本当気合い入れるために、まあ、罰ゲームも用意してやろうかなと思います。で、まあ、僕、この、昼間仕事しない時とかは、ジム行ってる時があったんですよ。まあ、腹筋やって、水泳、そのメニュー的には、腹筋とか、 やって、まあ、マシンやって、人取りやって、で、水泳も調子いい時やって、まあ、水泳ができて、あの、スパもあるところジム通ってたんですよ。まあ、新宿にあるところ。まあ、ジェクサーってとこ行ってたんですけど、まあ、そこ、水泳もできるんで、で、そのプランに入ってて、正直、痩せてはいたんですけど、なんだろう、う結局お腹割ることできなかったっすね。でもその時結構メシめっちゃやっぱ食ってたんで、 っていうのもあるんで、食事とかも結構見直しながら、腹八分目とか、も結構、ドカ食いしないようにみたいな、そういうのすごい気をつけてやろうかなと思います。まあもともと僕健康オタクなところがあって、まあ、野菜中心にしたりとかするんですが、なんか作りすぎちゃったりとか食べすぎちゃう時があるので、まあ21時以降はご飯食べないのを目標にしたりとか、まあそういうルール決めて、 まサプリメントも数も増やしてきたんで、いろんな種類を。サプリメント自体もともと昔から結構飲んでるんですけど、最近いろんな種類とか、その、燃焼しやすいサプリとか、運動前に飲んだりとか、気を使っていきたいなと思いますね。で、お腹終わるっていう、のが目標です。では、まあ、動画のコンスタントには多分、100日毎日更新じゃなくて、まあ何日分か一気にまとめてとか、まあそういう節目節目というかこう、多分50回記念とか、50回目、 とかは、日名とか、そういうなんか特別な日には動画撮ると思うんですけど、基本的には多分1週間に1本ぐらいのペースかなと思います。えっと、1本1本上げちゃうと、100日分だったら、ま、100本の動画になっちゃうんで、ま、ちょっと大変かなっていう、その、ま、動画自体は毎日撮るんですけど、今日1日目はこう、こういうことしたっていうのは撮っていく予定ではいるんですが、ま、上げる更新としては1週間に1本、上げていく感じですね。で、ま、タイミングの時によいしょよいしょで上げていくって感じですね。 まあ、トータル20本ぐらいの、なるような、この100日間で、多分20本ぐらいの、動画になるような計算でやろうかなと思ってます。で、せっかくやるからにはやっぱ消えれるため、ジム行っててもお腹割ることできなかったんで、まあ、せっかく消えれてやるってことなんで、罰ゲーム用意しました。もしお腹割れてなかったら、100日後お腹割れてなかったら、罰ゲーム。一応ツイッターの方とか、まあ、ゲーム配信やってる時にも、こういうこと、なんか企画やりますみたいな。 軽く言ってた時に罰ゲームをつけようとしますみたいなことを言ってて、告知はまあしてて、ツイッターの方にも告知はさせていただいてアンケートを取った結果なんですが、まあ、そこそこきつい、きつくて、まあ動画にできるものっていうので、最近僕、まあ一応そのダイエット企画も、もう、なんだろ、うにも使えるっていうので買った、ピスト最近買ったんですよ。ほんと、先週ぐらいに。自転車買ったんですけど、まあ自転車ピストで、 ま、100日近くなんで、100キロ走りきるみたいな。ピストで100キロ走りきる動画、感想。100キロ感想動画。か、まあ、次にきついのは。 ま、時間とか耐久系できつくて、体力系も使うっていうので、そこそこきつくて、動画のネタになるって言ったら。ま、年末、去年の年末年始僕、ゲーム実況のロング配信やってたので、ま、年末だと、ま、アーカイブ全部残ってるんですけど、年末にやったのがドラゴンクエスト1,2,3全部クリアするまで配信やめれませんってやつで、ま、睡眠、一回休憩取って、まず初見プレイだったので、ストーリーがもう全くわかんない状態でやったので、 終わりがわかんなかったので、最初30時間は、30、何時間くらいかな。38時間くらいかかったんですよね。1,2,3クリアするのに。で、1回仮眠を多分5、6時間入れたので、やったんですけど、まあ、38時間くらいでクリアできました。まあ、ほぼぶっ続けてやってましたね。で、その次の日、元旦にも、まあ、今年2021年の元旦の配信企画として、 ファラオタジー7、クリアできるまで配信やめれませんっていうので、休憩なし、仮眠なし、一切なしで。まあ、アーカイブは分かれてるんですけど、あれは通信がちょっと Wi-Fi が途切れちゃったりとか、MAX12 時間ぐらいが確か配信できるやつだったので、そこまで行ったタイミングで一旦区切りを切ってすぐスタートするみたいな。なので、実際は休憩なし、仮眠なしで、ぶっ続けてやってますね。水分だけ取るって感じですね。でやって、 このちセブンは20時間ぐらいできたんですよ。まあ、そこそこきついんですよね。20時間ぶつづけでやるっていうのは。っていうので、そこそこきつくて動画にできるっていうので、僕もゲーム実況がほぼ8割9割コンテンツであるので、罰ゲームとして、まあ、なんか20時間前後、まあ、そこそこきつくてクリアできるまでライブ配信をやるっていうまあ候補の人。二つ目。で、もう一個の候補なんですけど、まあ、あのー、動画にはしてないんですけど、アップしてないんですけど、お蔵入りになっている動画が実は、 あって、ペヤング焼きそばのごく激辛ってあるじゃないですか。あの、ペヤングの。あれをライブ配信で食べるところ。食べきるまでライブ配信。みたいな。の候補にありますね。まあ、正直お蔵入りにしてる理由があって、もう食べれなかったっすね、辛くて。結構辛くて食べれなくて、ほんと3口ぐらいで結構ギブアップで。もう辛いのほんと苦手なんですよ。あの、もうほんとココイチのカレーでも、普通のノーバルのやつも辛いって思うぐらい。 ほんと辛いの苦手で、ほんと苦手なんですよ。なので、その動画って実は残ってるんですよ。全部撮ったの残ってるんですけど、まあ、それ編集したりして使ったりもすると思うんですけど、もし激辛企画やるとしたら。まあ、一応、やりようとして新しいの、出てたんで買っときました。ペヤングの。焼きそば。ごく激辛。カレー味。多分最近出たやつの新しいブランニューのやつなんで、まあ、 125になくなってたらだったんで、もう最初に買っときました。買っといたんで、まあ、この動画、まあ、罰ゲームはまだ確定じゃないですけど、その3つが候補ですね。他になんか、あ、こういうのやってほしいとか、こういう動画でこういう企画やってほしいみたいなのあれば、もうこのコメント欄に、もうガンガン適当に何でもいいんですけど、まあ、見たい面白いなと思う企画で。ライブ、まあ、ライブ企画の方が面白いかなって感じしますね。まあ、100キロのチャリの企画はライブはできないんで、まあ、どこどこから走ってっていうこの経路とか。動画にはちょいちょい撮るんですけど、まあ、な、 10分20分とか、まあ、30分以内に収まるぐらいの動画。まあ、できれば10分15分ぐらいで収まるぐらいに編集して、まあ、アップしたいかなと思いますね。100キロ感想だったら。っていうのは、思うんですけど、まあ、ゲームだったらライブ実況。まあ、アーカイブ全部残すみたいな。このカレー、結果のやつも、ライブ。ライブで食べる。みたいな。で、やりますね。まあ、その、もしこのお腹割るの、 が達成しなかった時には、罰ゲームはこれに決まりましたっていうのの報告動画があるんで、を作ろうと思ってます。なので、ま、確定じゃないですね、今のこの。ま、3つは候補に上がってるんですけど、他に僕思いつかなくて、ま、あとなんか面白い企画がある,あるんだったら、ま、コメント欄にやってくれれば。で、最終的に、あの、企画が終わる時ぐらいの、終わった後の、ま、反省動画か、その罰ゲーム発表動画みたいな絶対出すんで、ま、その時に発表したいと思います。 で、いついつライブだったらやります、みたいな。この日に、ペ、まあ、ヤングだったらペヤング食べます、みたいな。企画はやると思うので、それ動画出します。それまでのあれだったら、動画が上がってない時だったらもう、この動画とか、まあ、他のその、ダイエット企画の、ところのコメントでも、罰ゲームこれやってくれ、みたいな。まあ、コメント気軽に入れてくれたら、と思います。で、まあ、ちょいちょいこう動画を更新していくので、タイトルはあれですね。100日後に、痩せるソアラ。 ということです。目標は、シックスパックにすることです。腹を割ることが目標です。まあ、これの企画をやりつつ、まあ、普段のゲーム実況だったり、ライブの、ライブ配信だったりもアップしますし、まあ、自転車買ったんで、ピストの、ピスト動画とかも、コンスタントに上げていくと思うので、まあ、結構いろんな動画上がると思うんですが、まあ、いろいろ楽しんでもらえたら、嬉しいです。で、あと、海外じ、海外の、あのー、動画っていうのも、旅動画。 結構ストックがすごいあるので、国内旅行のストックとかもあるので、まあそういうのもちょいちょい更新、あの、更新していくと思うので、そちらの方も楽しんでもらえたらなと思います。で、まあせっかくなんでどれくらい僕の体がお腹、お前もう本当はもうすでに割れそうじゃねえかってなってると思われるので、まあ一応どんなもんなのか、あの脱いだ体をこの後お見せします。それでは100日後に痩せるソアラ、1月26日からスタートです。楽しみにしてください。これからちょっと僕のボディを見せたいと思います。それでは見てください。 はい。っていうことで、服を脱いだので、ちょっとどれくらいの肉の付きっぷりかっていうのを皆さん見て覚えておいてください。1月25日ですね、今日。はい。こんな感じですね。よっから見たら、こんな感じです。結構、つまめるっていうか、結構お腹出てると思うんですよ。はい。ってことなので、えっ、ー、と、ここから、この、お腹を、 割るっていう企画ですね。はい。なので、まあ、一応体重、今の体重を測ってみましょう。せっかくなんで。ちょっと、チープな、あのー、測りしかないんですけど、ちょっと測ってみますね。大体いいこれがらいですね。63。 とか、4、63ぐらいですかね。3、4ぐらいですかね。はい、っていところで、だいたい64、3、4ぐらいでしたね。まあ、あの、測りは、あの、しょぼいやつなので、正確な、あれじゃないですか、目安としてやりたいと思います。まあ、もうこう、まあ、この企画をやるっていうのは結構最近、ちょっと考えてたので、あのー、まあ、それに調整してちょっと、筋トレとかもしたいとか、食事のことも最近、こう、2週間ぐらい自炊するのを、 結構習慣づけてたので、まあ、ちょ、多少ちょっと痩せたのかもしんないですね、思ったようになので、これから、まあと言ってもお腹は結構出てるので、これですね。これを割ります。これを割りたいと思います。なので、はい。えー、この機会、機会に、俺も私も、僕も、なんだろう、う夏までに、お腹割るぞって一緒に頑張ってくれる人、一緒に頑張りましょう。で、あとまあなんですかね。 ま、同じぐらいの体型の人とか、ま、体重とか身長でいるように触ると思うんですけど、ま、頑張れば割れるんだよっていうところを見せて、あの、なんだろ、勇気づけられたら、実践できたらいいかなと思います。まあ、ネットで調べるよりもう体で自分でやった方が、これ、実験でになって割れるかどうかチャレンジしてみたいと思います。ジムも、ジムも行かず、そういうとこ行かずに自分の自力だけで、 痩せたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただきますとモチベーションアップになりますので、ぜひ気軽にコメントなどくれたら嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いします。BJSORS メロージャム TV、100日後に痩せるソアラ、頑張りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。t h a n